日比谷 U-1 ビルは東京都千代田区内幸町一丁目にある超高層ビルである。旧称は NB 会日比谷ビル。完成当初の名称は大和生命ビルであり、同社により1984年に竣工した。この地には江戸時代には薩摩藩の装束屋敷があり、加賀藩の赤門に対する黒門が失礼られ、明治時代には六名館が置かれた。 昭和に入ると、大和生命保険の前身である、日本徴兵保険に払い下げられ、黒門や六名館の建物を残したまま、ルネサンス町の3階建ての社屋が建てられた。1940年に、六名館は老朽化のため取り壊され、黒門も第二次世界大戦の戦災で消失した。大和生命保険が旧本社を解体し、この地に大和生命ビルを建設した。 日比谷通り沿いに並ぶ帝国ホテル、日比谷電電ビル、第一官業銀行本店ビルとともに建物を歩道から5メートル以上離す建築協定を結んでいたが、この協定をはるかに上回る30メートルのセットバックにより、広い全面広場を確保した。この広場には、アメリカカエデなどの紅葉植物が植えられ、日比谷公園と向かい合うポケットパークとして親しまれ、彫刻家、 井上武良氏の制作で球体のモニュメントも設置された。建物表面は帝国ホテルの客室に面した北側を除き、3.2、1.2メートルのガラス数千枚を合わせたハーフミラー仕上げとなっている。1998年に不動産証券化され、2005年9月、本業の保険事業の収益が落ちていた大和生命が、不動産の保有リスクを減らし財務体質を改善する。 ことを狙い、三井不動産系の日本ビルファンド投資法人に、大和生命ビルの新宅受益権を635億円で譲渡した。大和生命は2007年夏の金融危機の煽りで、経営不振が深刻化。翌年10月、自力債権を断念し、東京地裁に公正特例法の適用を申請。経営破綻した。これに伴い、二千九年八月一日、 名称は NB 会、日比谷ビルに改められている。二千十八年三月三十日、日本ビルハンド投資法人が三井不動産に NB 会、日比谷ビルを六百四十億円で譲渡し、同日付で名称は日比谷 u 一ビルに再度改められた。二千十九年七月、三井不動産と NTT 都市開発及び東京電力ホールディングスが 日比谷 U-1 ビルを含め帝国ホテルから東電本社に至る外区を内災害調査開発として3つのエリアに分け2020年秋以降段階的に再開発に着手2036年にも完了させると日本経済新聞等が報じたヤマト生命ビル当時から松田東京本社を置くほか NTT 系企業が本社を置いている ありがとうございます。